ごきげんよう、ガラクタ屋オルドです。というわけで今回はタイトルの通りですね、ブックオフで買ってきたおもちゃを片っ端から紹介していこうかと思います。まず最初に一番高くて旨味がなかった戦国ドライバーから。はい、キバ。はい、光らないやつです。で、ロックシードの2個目が、ロックシードの2個目がどんぐり。で、あと、本体と、ホルダー、ロックシードホルダーと、あと、バロンのフェイスプレート。で、これで750円ですね。まあ、本体を500円で買ったと思えば、まあまだいい方かなっていう感じではあるんですけど、個人的にそこまで旨味が多くなかったんで、これを最初に持ってきました。こっからは100円コーナーに入ってたやつを片っ端から紹介します。まずベルト用のホルダー系から、マキシマムスロットとオーズのメダルホルダー。で、次にガシャット、ガチャポンガシャットのフルスロットルドライブのメッキバージョン。で、あと、シフトカーの、マンタン、ジャッキー、スパーナーが1台ずつ。これも1個110円ですね。で、さらに、でかいサイズのビルドのラビットホームのフィギュア。でかすぎて画面に収まらないんですけど、ゲームセンター限定で出てたでかいやつですね。さらに、フュージョンスイッチ。割と綺麗なんですけど、これ。色移りとかなくて。で、さらに、スーパードリルスイッチ。と、デラックス版のスイカロックシード。と、ショッカーロックシードの、光るやつですね。ガチャポンの当たり枠です。やべえ。で、さらに雑誌限定でついてきた、フィリップガイアメモリー、デラックス版のサイクロンガイアメモリー、ヒートガイアメモリー、トリガーガイアメモリー、ジョーカーガイアメモリー、メタルガイアメモリー、で、最後におまけに、デラックス版のプリズムガイアメモリーですね。プリズム。プリズム。うん。こいつら100円で置いていい商品じゃねえ。いや、なんで100円で置いてあるんですかね。おっかしいおっかしい。いや、お前らなんで100円で置いてあるんだよ。ああ、さらに別の店から、110円で、マイティアクション X のデラックス版も買ってるんで、いろいろと100円に置いていい品じゃねえのが多いんだけど。ブックオフなんか事故ってる？こっからはまた少し価格が高くなります。まず、龍騎ライドウォッチとブレイドライドウォッチ。この辺のライドウォッチは、まあ、350円で買ってきたんですけど、普段この辺って350円まで落ちることが珍しいんで、とりあえず買っておきました。で、デラックス版のシャークとタイガー。これもそれぞれ350円で、01放送中に、のデラックス版が350円に落ちるのも珍しいかなと。で、ゴーストですね。こいつが信じられないことに200円でした。こいつは確か、Nintendo 3DS 用ソフトの、なんか仮面ライダーのゲームの、特典なんですけど、こいつもデラックス版なんですよね。なんかデラックス版が200円っておかしくね？みたいな感じで買っておきました。正直今回買ったやつ全部音声紹介してるとキリないんで、
気が向いた時にまた別のやつで動画を作ろうと思います。というわけで今回はいろんなブックオフを巡って安い商品をとりあえず買ってきたんで、その紹介でした。ご視聴ありがとうございました。さあ検索を始めよう。マキシマムドライブ行くよ。テレビマガジン。さあお前の罪を数えろ。テレマガ。さあ検索を始めよう。マキシマムドライブ行くよ。やべえ、フィリップのっていうか菅田将暉さんの声やっぱりいいな。デラックス版が欲しくなるなこれ。さあ検索を始めよう。やべえ。